果に出した。マスキングテープを使わないからそうなるんですよ。塗装って結構難しいのね。慣れれば簡単にできますよ。テープを切って塗装したくないとこに貼って、ちょいちょいと塗って、あとはテープを剥がせば、綺麗になるんです。ほんとね、さっきと全然違うわ。何やってるんですか？ああ、昨夜さんにプラモデルの手ほどきをしてたんですよ。いやー、これが面白くてね。そんなことしてる場合じゃないんですよ。あん。まあまあ、とにかく話を聞いてみましょうよ。タイトルにも書いてるんですけど、今日は記念動画です。ほんとだ。何の記念ですか？スー、シクチャンネル登録者100人突破。お案外早かったわね。確か前回が2ヶ月前でしたか。伸びた理由は間違いなくガンダムエイジの解説でしょうね。ありがとうございます本当に。それでこの動画はこれで終わり？いやまだ今後の方針について言ってないです。じゃあ早く言ってくださいよ。それで今後についてですが、火曜と土曜はライブ配信で水曜が解説が基本になると思います。てか今までもそうだったけどね。つまり変わらないってことですね。そうですね、配信の内容は変わるかもしれませんが。実況とかはしないの？編集画面と。おい、冗談ですよ、あははははこいつ。まあ何かリクエストがあったらコメント欄に書いてください。よろしくね。というわけで今日は終わりです。それではご視聴ありがとうございました。